タカも飲みたいしな。日本じゃ飲まないけど、そっち行ったらタピオカちょっと飲むし、テンション上がるんでしょうね、きっと。せっかく海外から見つけていただいたので、少しでも、どんな形でも何かお返しができたらなとは思っているので、卒業コンサートを日本でやるときも、何か仕掛けができればっていうのを思ってるので、それをちょっと楽しみにお待ちいただきつつ、私が去ってからも乃木坂46を応援してもらえたらなと思います。大家好、我是乃木坂46斉藤慧にゃん。どうも、斉藤飛鳥です。乃木坂46としての活動11年間ぐらい、見守ってくださってありがとうございます。なかなか近くに行けないことも多かったですが、皆さんからの愛をひしひしと感じながら卒業できると思いますので、本当に感謝してます。ありがとうございます。そして乃木坂46の31枚目のシングル、ここにはないものは私の卒業シングルになってますので、ぜひたくさん聴いてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。バイバーイ。わー、いっぱいじゃん。どうしようかな。まずこの楽曲はとにかく全部がすごい素晴らしくて、歌詞もいいし、メロディーもいいし、振り付けもいいし、衣装もいいし、 MV もいいし、もう全部すごく素敵なので、もうとにかく目をかっぴらいて、耳の穴をかっぴらいて見てほしいなって思うんですけど、一番私の好きな MV のシーンは、私もう出てないんですけど、一番最後に私がこうメモを残して去るんですけど、そのメモに行ってきますって書いてあって、それがこうなんかさようならでもまたねでも、ありがとうとかでも何でもなく、行ってきますなのがなんかグッとくるなと思って、そこがすごく MV では好きです。歌詞は2番のサビが好きなので、そこを注目して聴いてもらいたいです。卒業するにあたって10年、約11年かないたこの時間がすっごい濃くって、でも濃すぎるとこうあっという間だったっていう方もいると思うんですけど、私的にはすごい長い11年だったなと思ってて、っていうのもこう人として成長するこの10代の時間を全部皆さんにお見せしたので、ただただ今はなんか恥ずかしい姿いっぱい見せたなとか、反抗期とかはないけど、なんかそれに似たようなものをファンの人たちには全部見守ってもらったなと思ってるので、何が一番印象強いというよりは、この11年の時間を人様に見せたんだっていう事実が私の中ですごい大きなことです。グループに対して、そうだな、なんか自分がこう卒業するから、自分がいないこのグループを結構想像しながら最近はみんなと活動してて、この場に私がいなかったらとか結構考えながら動くんですけど、なんか今の乃木坂ってなんかわかんないけど、みんなすごい楽しそうで、毎日楽しそうで、毎日なんかキラキラしてる。絶対に誰かがキラキラしてるんで、それは強いなと思うし、もう10年もこうして大きいグループとして存在してるし、ファンの人にずっと見守ってもらってるけど、なんかこう飽きさせたりとかはしないで、この先も皆さんを楽しませることができるんじゃないかな、そんな力を持った子たちが集まってるんじゃないかなと思うので、これからの乃木坂の活動活躍がすごく楽しみです。行きたい、正直すごく行きたい。旅行でもいいから行きたいし、なんか時々本当にメンバーとかあのメイクさんとかとこういつもそっちの方に行ったら泊まるホテルの話をしてて、あのホテルもう一回行きたいねとか、
あのホテルの前の広場歩きたいねとかよく喋るので結構恋しいだろうなと思います。個人的に恋しいと思ってるなって思うし、食べ物はね、何なんだろう、あれすっごいシンプルなサンドイッチ、なんか今流行ってるようないろんな中身がぎゅうぎゅうに詰まってるサンドイッチとかじゃなくってシンプルにパンとなんかハムとかとパンみたいなすっごい素朴な感じのサンドイッチなんですけど、なんかそういうの日本であんま食べないなと思って、そっちでしか食べれないか分かんないけど、それは思い出すことよくあります。また食べたいな、タピオカも美味しいですね。日本じゃ飲まないけどそっち行ったらタピオカちょっと飲むし、テンション上がるんでしょうね。なかなかそちらにこう直接お伺いできない状況が続いちゃって、その中で私が卒業することになっちゃったので、海外のファンの方にお会いできないまんまなくなっちゃうのかなと思うと残念なんですが、でも、まあ、今後そうだよね、今後私がそっちに行く機会あるのかな。やっぱライブとかが大きいかな。何かできたら、何かつながりが持てたらなとは思うんですけど、せっかく海外から見つけていただいたので、少しでもどんな形でも何かお返しができたらなとは思っているので、卒業コンサートを日本でやるときも何か仕掛けができればと思っているので、それをちょっと楽しみにお待ちいただきつつ、私が去ってからも乃木坂46を応援してもらえたらなと思います。